こんにちは、 TCB 特別指導医の安本拓実です。今回は患者様からいただいたご質問に回答していきます。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。患者様からいただいた質問です。手術室のベッドの上に食事を並べてスタッフで会食をしているクリニックの写真が SNS で炎上していました。手術室は清潔でなければならないのにベッドの上で食事をするというのはありえないと思います。 TCB では大丈夫でしょうか、という質問です。なるほど。これね、手術室で例えばご飯食べてましたとか踊ってましたっていう動画とかさ、画像がこうツイッターとかに拡散されて炎上されてるの時々見るんだよね。僕からしてもちょっとそれありえないなって思うんだけど、僕が感じるありえないと患者さんから感じるありえないがちょっと違うんですよ。なんで患者さんサイドがありえないなって思うかっていうと、手術室ってめっちゃ清潔じゃなきゃいけないから、そこで食事としてね食べ散らかしたりしたりとか、手術室でダンスしてほこりが舞って汚くなるんじゃないのって話で多分炎上してるんですね。我々医療従事者っていうのは清潔やと清潔じゃないと厳密に区分してるんだね。患者さんの例えば体とかを清潔に消毒をして、その上に滅菌のシーツをかけて、その上が清潔です。それ以外とか全部不潔なのね。だから手術室であろうが壁とか床とか全部不潔なんでしょ。なのでそこでご飯食べようが何しようが全然関係ない。実際それで手術が不潔になるかどうかは全く別の問題なんで、医学的にそこでご飯食べようが何しようが関係ないです。ただ大きい病院とか、例えばね心臓の手術しますとか脳の手術しますとか人工関節の手術をしますとか、それの場合はかなりね清潔度が求められるんですね。空気中の浮遊している血の状態とかも厳密に測定して、それが一定の基準以下じゃないと清潔が保てないので、空気中のホコリまでちゃんとモニタリングして、あとは中のね空気の状態を陽圧にして手術室から外に空気が流れるようになってるね。そういう厳密な手術室であればより清潔は求められるんだけど、それはでもあくまでそれ空気の話であって、その床とかそれとか全部基本的に不潔なんですよ。人の体も不潔だし、清潔以外全部不潔なので、仮にそこに何を持ち込むのか関係ないですね。手術台といえば例えば血液が垂れたりとか、大きな病院で言えばねそこにいろんな汚い汁が垂れたりするわけね。そういうところで食事するというのはもう我々医療従事者の感覚からしてもありえない。汚いところでは食事したくないから。あと前見たのは iPhone でなんか動画を撮ってて、やっぱりこれ汚いんじゃないのとかね、そういうのがあったんですけど、 iPhone 持ち込む方が観葉植物置いた方が全然関係ないです。医学的には問題ない。もちろんそれを清潔に落としたので落ちないように注意して撮影するのは問題ないっていうのはね、これはどこの病院もやってるんですよ。例えば僕は大学病院だけど全部動画撮影してます。術中の動画全部記録してるし、カメラマンみたいな方が来て術中にパシャパシャ写真撮ります。それも手術の状態を記録するためだよね。ドクターが iPhone で撮ることもあります。全然普通に行われていることなんで、美容以外に限ったことじゃなくて大きな大学病院レベルでもどこでも手術中にカメラを持ち込んで撮影してますので、それがすなわち不潔ってことは全然ないです。特にそれは医学的には問題ないんですよ。ただやっぱりそこでなんかふざけたりして動画を撮ったりとかふざけた行動するっていうのはやっぱり手術室なんでね、それはやっぱ慎まなきゃいけないかなと思ってます。 TCB でもどうなってますかってご質問だったけど、 TCB でも手術室でそういうふざけた行為をしたりとか飲食をしたりとか、その様子を、SNS にアップしたりとか、それは明確に禁止されていますので、 TCB ではそういうことはないのでご安心ください。でさ、僕はね、なんでその手術室が汚いと思うかっていうと、美容外科は実際さ、そんなにこう手術室って汚れないのよ。手術室も全然綺麗なんだけど、例えば前僕言ったのは心臓血管外科なんだけど、心臓血管外科で手術すると、手術台もそうだし、床まで血だらけになることがある。血液。体液、体の中洗った液体とかそういうのが出てきて何回も洗ったりとかするのよ。だからそこから溢れてきて血液と体液が一緒にこう下に垂れたりとか、手術台にも垂れるし床にも垂れるわけよ。例えばお腹の手術とかするじゃない。で緊急手術で例えばお腹の中でこう腸が破けちゃいましたみたいな手術することもあるわけね。そうすると腸の中って要するに便でしょ。便がこうお腹の中に漏れてる状態なんですよ。で開けたら便が出てくるわけね。でそれを何回も洗ってそれをきれいにして閉じてくるわけ だからその段階で便が混じった液体が下に垂れてくるわけよ。手術台もそうだし床も便まみれになることもあるわけ。そういうところなんですよ手術って。綺麗なわけがないでしょ。さすがにそこでご飯は食べられないですよね。そうだから外科医からするとそういう感覚なんで、手術室は汚い場所なんですよ。手術終わった後特殊清掃が入るんですよね。専門の業者が入って綺麗に床とか手術のところを消毒してやるんだけど、消毒したってそれなかったことにできないじゃん。先生ちょっと潔癖ですしね。そう潔癖だから、手術室に限らずちょっとその処置室の台とかで食べたりとかそういうのもちょっと僕の感覚するとないですね。先生私と握手もできないですもん。できないですそれは別に医療従事者というよりは僕は潔癖だからパッとしましょうね。悲しみは私見返してから確
かに嫌ですよね、人の血液とか体液に触れるのって。基本的にはそういう体液に触れなきゃいけない場合はスタンダードプリコーションといって、手袋をしたりとかガンをしたりとか。手袋をするのは清潔のためにやってるわけじゃなくて、患者さんの体液から医療従事者を守るために手袋をしてマスクしてガンを着ててやるんですね。直接手で触るってことは基本的にしないですね、体液に対しては。患者さんが思う清潔と医療従事者が思う清潔はだいぶ乖離があるので、患者さんが清潔と思っていることはほぼほぼ全部不潔です。単純にその消毒して滅菌されたものが被ってるところだけが清潔として医療従事者は扱ってます。そこの違いなんでね、こんなことして不潔じゃないのって思ってる方結構いると思うんだけど、それ以前に全部不潔なんで関係ないんですね。ただその患者さんが見てどう思うかっていうのはそれは問題あるんで、そういうことはやっぱ慎んだ方がいいかなと思いますね。医療従事者の方々は SNS で炎上してるのとかを見て、ああまたやってるよぐらいで。ああそうですね、もちろんあのなんていうか倫理的にどうかなって思うけど、ちょっと的がずれてるんだよね。医学的にはまあ問題ないんだけど、患者さんが見たらどう思うかなっていう観点からするとやっぱりおかしいし、そこで食事するところではないよね。それはあのもちろんそう思います。でもちょっとそのおかしいよねっていう観点がずれてるかな。不潔なところでそういうことをやるのはおかしいよねとか、手術室でそういうのやるのはおかしいよねっていう観点からするとやっぱおかしいな、僕らも思います。だからあえてその炎上するようなネタをそこに巻く必要は全然ないよね。どうしますか、この動画炎上したら。炎上上等です。わかりました、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回は患者様からいただいたご質問に回答していきました。参考になったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。また当院の予約を取りたいという方は概要欄のリンクからご予約ください。Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますのでぜひ見てくださいね。バイバイ。お腹の中はどうやって洗うんですか。もう大量の水ですよ。洗濯機みたいな人が腸をこうやってこうやってさ。手でこうやって、そう手でやるの、こうやってもみ洗いするの。腸は手洗いです。結局さ、何が困るって便が中に入っちゃったわけだから、本来であればお腹の中って清潔な場所なんだよ。そこに便がばらまかれたってことは目に見えない細菌がついてるって可能性あるよね。そうするとまあ結局腹膜炎っていうことになって、まあそこでウニが溜まったりして命に関わるわけだね。だからできるだけ綺麗にして手術を終わりなきゃいけないわけ。そのじゃあ綺麗になったって主張はどうしたら綺麗になったと思える。何リッター洗うって仕様はないんだよ別に。大体まあ20リッター10リッターとか20リッターで洗うんだけど、大体そのぐらいになるともうさ、水はもう綺麗になってるわけ、もういいかなみたいな感じで不気になるじゃない。じゃあいいかなって思う指標ってどのぐらいだと思う。匂いがしないとか。ああ、匂いはでもそのぐらいになってると前にしてて分かんないね。僕の実際の経験だけど、大体一番下の若い先生、もういいかな、じゃあいいと思ったら、これが飲めると思ったらこれ終わりにしよう。気持ち悪いやだ、怖い。どう、金庫で飲めるって言われる。飲めるまで綺麗に洗えたら終了なんですか。そう、まあ、実際飲まされることはないけどね、まあ、そういうやり取りがあったりなかったり。先生言われたことあるんですか。言われたことあるよ、まあ、先生が飲めたら飲みます。さすがですね。では先生ありがとうございました。ありがとうございました。